田大也か24歳です。今日は2丁目のママさんに相談がありきました。相談内容は、男友達に友達ではなく恋愛対象として見られてしまい、その度に裏切られたような気持ちになり困っています。よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。あやかちゃん24歳。はい。今日はどんなお悩みかしら？今日は、友達、男の子の友達に、友達じゃなくて、恋愛対象で見られてしまうことが多くて。うん、はい。芸能人バージョンの YouTube 配信はここまで。残念。続きは動画配信サイト、ネクフルのトレミーチャンネルでダウンロードしてください。アドレスはこちらです。みんな見てくれるかな？もちろんじゃない。それじゃあ、マタニティー。